物を売っていただいているという、ね、今日人気商品を持ってきてくださいということだったので、うわまずこの帽子かっこいい。僕ねなかなかこういうハットかぶったことないんですよ。シンくん今ねかぶってるけども、今かぶってますよ。こちらにあるんですけど、じゃあシンくんこれ持って。はい、なるほど、かっこいい。おしゃれ、いいですね。おしゃれおしゃれ。しかも値段もやっぱお手頃ですね。お手頃です。やっぱりティーンの子がたくさん来ていただけるの で、 できるだけお財布に優しい形では。そうですよね。値段最高、すごい、いや値段が最高。これ見せても大丈夫？大丈夫大丈夫です。これで1490円、プラス説明って書いてます。いや、プラス税です。税です。プラス税です。プラス税です。説明いいね、しんくん。今の受けた？今の受けたよ。あー、よかったね。会長だよ、しんくん。やっと今日1回目受けた。いやいや、そんなことない。さあ、というわけでですね、はい、こちらがハット。はい、ここいい。今年すごい人気ですね。これあんまり被ったことない。これどうやって被るんですか？俺、ハットの被り方あんまりわかんないんだよ。ちょっとキャップぐらいしか被んないんですよ。どうなんだ、あこう深く被るのがいいのか、こうなんか斜めとか、なんかいろんなパターンあるじゃない？ありますね。今ほらハット被ってる人もいるけど、たくさんいますね。なんかハットって難しいっすよね。やっぱなかなかこう難易度高いっていうか、うん、これでいいの最近は。いや違くね。だってわかんないんだもん、ハットの被り方。いや、いろんなパターンがあるんだけど、そこで鏡を見ながら自分が一番かっこいいと思う形でやった方が。ええこと言いますね。いやダブルゴッドさん。ちょっと何そのなんか神と神でつながるよみたいな、やめてもらっていいかな。あなた分かった、シュークリーム。なんでだから俺がシュークリーム。さあ、というわけで次に、はい、あとね、これはちょっと僕らも意外だったんですけど、はいはい、こういうなんかカラフルな、これ広げちゃって大丈夫ですか？こういうスペル、すごいなんかここで信号機出来上がりましたけど、あ、ここわあ、いいですね。こういうスウェット、はい、イニシャルを一文字、いろんな色と、あとこういう、あ、いいかも。あ、これシューの S。 あ、シューの S。 ここ M です。シューとシンの S、ね、そうですね。これちなみに色によって全部のイニシャルがあったりするんですか？いや、なんか限られた、限られてます。へぇ、こういうイニシャルでも、なんかいろんな A から Z まであるとしたら、これ不思議で、アクセサリーとかこういうとこにプリントとかすると、売れるイニシャルとかがあるんですよ。人気なイニシャルとか、最高。例えば本当 S とか M とかはすごい人気なイニシャルで、そういうなんか S と M が人気って、なんかちょっとなんかやらしい。いやいやいや、そういう意味ではないですけど、そういう意味じゃないけど、そこはパス、そこはパス、そこはパス。いや、ちょっと単純に思っちゃったから。そうなんですね。なんかね、僕らも調べたら、いろいろこうこういうのって自分の名前とかに合わせて欲しい人っているじゃないですか、うん、はい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 。だから頭文字が S とか M になるようなお名前の人がやっぱり多いみたいで、はい、じゃあ僕たちどっちかというと普遍的な感じですかね。珍しくいたよね。そうなんだ。で、色は一番何が人気とか、色とイニシャルで人気なので、特に何ですかね、やっぱ S、イニシャルは S とか M で、カラーはやっぱり今で言うと白とか黒なんですけど、なんかこの赤と黄色とかを持ってきたのは、なんか意外にこういう色って着にくいじゃないですか。確かに、なかなか着ないかも。そんなつもりじゃなかったんですけど、やっぱり最近こうファッションとまた別のところで、アイドルとかってすごい流行ってるじゃないですか。確かに、そういうのがファッションに流行ったりしてるんですよね。僕も全然原色とか、ね、なんか原宿っていう街はまさにそうだよね。この前、ね、シューさんが僕に、うん、一緒にカフェ行く時、敬語になったの。いや、たまに僕日本語がそうなの。ね、一緒にカフェ行く時、ね、うん、シューが僕に、うん、シン君もたまに地味に服着てみれば。あ、逆にね、シン君がどっちかというと派手な色味が、はいはいはい、僕派手だって自分が思ってたことないからさ。あ、なるほどね。もうだからその後ちょっと気になってさ、買ってみようとしたんだけど、うん、なんかそういう系って、シューは買い物行ったらこうやって選ぶじゃん、うんうんうん、全部同じものに見えるのに。違うんだよ、すごいなと思ったよ、本当に。ちなみにゴッドさんはどういうファッションがお好きなの、ご自身は？僕は基本的にはやっぱ派手なの好きですね、はいはいはい、柄とか。あと昔からですか？いや、東京来てからですね。あ、ちなみにご出身はどちらなの？出身は秋田です。嘘、はい、僕秋田ですよ。秋田のどちらですか？秋田、秋田市です。秋田ですか？僕秋田です。僕ユニコン上司です。僕秋田市です。あら、仲間、仲間ダナが、はい、ダナがナス、ナス、秋田っす。市内なんですね。市内です。で、東京出てきたのはちょうどですけど、7、8年ぐらい経ちますかね。え、じゃあ向こうの大学、向こうの大学です、ね、向こうの大学にいらっしゃって、で、
で京都行って四国行って、まさかちょっと神が秋田にいたなんてびっくりした。いやいやいや秋田の神ね。そう秋田の神。うわもう超ローカルトーク。バリトン伊藤さん、カバタバオさんね。あのシャバさん、バリトンさんがやってたプアキン。あのねラジオをやってた。あラジオの方だ。あれに僕ゲスト出たりしてました。うわもうちょっと待って、これで1時間やりたいわ。うそでですね、僕ら二人逆にどんなファッションが似合いますか。いやけど、はい、僕今日初めてお会いする形なんですけど、はい、今のファッションは今のファッションでずっと自分が作ってきたものなんで多分お似合いだと思うんですけど、うん、なんかあの逆のファッションっていうんですか、シン君だったら普段そういうカラー使うのであればちょっとなんていうんですか、ね、怖いなっていう白とか黒みたいなファッションしたりとか、逆にちょっとポップな感じ着てみるのも、うん、なんかあの着方によっては全然可愛いかっこよく見えたりとか。そうですね、はい、今日この後服入れ替えてどっか遊び行く。いや俺これ着るからさ。本当に、うん、じゃあ大事にしてね。ちょっとね俺のライフコーチなの。ライフコーチだね。ちなみにちょっとなんか点数つけるとしたら僕ら何点。うわこういうのねめっちゃ多いんですけど、ポイントちょっと言う。ポイント教えてください。アディダスで自信作で出したジェレミー・スカートさんがデザインしたこのズボンです。かわいいですね。そしてそのセットではないんですけど、ファレル・ウィリアムズがデザインしたこの靴。すごいね。ミスター全部あのアーティストさんのやつですね。すごいね。そして僕が大好きな最近、うん、ロブレスの、うん、T シャツ。なるほど。全部僕の自信作なんですよ。なぜか今日のために着てきたから。今日いやー難しい。まあ基準をどうするかにもよりますね。赤と赤顔赤すごいね。赤すごいね。ここだけなんかすごいファーっていうかね。まあこれがシン君です。シュクリーム。さあというわけでじゃあ点数出ました。お何点ですか。80点でございます。結構高得点じゃん。これ何点満点ですか。80点満点。80点満点。甘い先生。100点満点中80点ね。全然自分としては満足してない。じゃあ先生次僕でいいですか。はい、僕のじゃあファッションポイントとしては、はい、もう白です。あの僕基本シャツが好きなので、はい、もうシャツとあとはもう男は足元だと思うので、僕はずっとこれ長年履き続けてる、トリッカーズのプレーン2なんですけども、それとあとセツナっていうブランドの、靴下です。わかりました。もうそれだけです僕のこだわりは。でもですね、いつも思うんですけど一緒にこうやって歩いたら、うん、シューって本当にこのモノトーンが似合うなと思って、うん、そう、うん、まあでも無地は好きだよね。ああ本当にでも似合う。いやこれ点数難しいよ。先生いくつ。じゃあまさかええとこ行っときますね。 OK、 これだと緊張するんですけど。 OK、 はい、点数出ました。はいお願いします。せーのドン。やったーやったー、ダブルパッパー。そうか、やっぱそうか。シュークリーム。なんだよ。シュークリーム。そうか、やっぱりあれかな、チャレンジ。チャレンジですね。そうだね。僕ですね、はい、チャレンジが好きなんですよ。僕もこういうモノトーンがすごいお似合いだなと思うんですけど、うん、はい、ちょっとこうファッションというところでこうなんていうんだろう、こう楽しく見る、ファッションを楽しむみたいなところがもうちょっとあったりとかすれば、うん、楽しもう。怖いものじゃないよ。おっと今日選んであげてもいいよ。なんかちょっと腹立たし しいのが来てたぞ。選んであげてもいいよ。なるほどね。これから相談してコーディネートしてくれますか。あ、まあやってあげる。これからね。うん、いつでも。いやなるほどね。これから服買うときはあの写真送ってね。はい、わかりました先生。オッケー。さあというわけでですね、ちなみに、もう一回ね場所ちょっとまた反復しますが、大事なところです、はい、こちらですね、キュートキューブ原宿、はい、というところ2階にスピンズさんがですねこちらにありますので、見えるかな、ピント合うかな、
はい、にありまして、まあ、竹下通りをこうずっと原宿からこう歩いていって右側にありますの です、ね、ちなみに営業時間とかって何時から何時までとか、10時から8時です、ね、8時までということで、はい、まだ今日ねぜひ皆さん気になった方はちょっとね行ってほしいなと思います。というわけで、本日は、スピンズからお越しいただきましたゴッドさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあというわけで、あっという間の40分だったけどもうね早速終わっちゃうけどもしんくんどうだった今日。僕はですね、うん、あのまあヒューといつも、うん、あのファッションに、うん、話をしたり、うん、一緒に買い物行ったりするんじゃない、うんうん、だからなんかもっと盛り上がったっていうか、うん、やっぱり2人でよく話すあの、うん、そのテーマの、うん、そのそういう話ができて、うん、すごく嬉しかったです。本当？はい。でも勝ったからちょっと勝ち気なんじゃない今日。まあ一応勝ったからね。そうだね。もっとテンションがあの、ね、上がってんだけど、ね、まあそれはそれとして、それね、あの僕はあのシュートまた第二の番組ができて、うん、すごく嬉しかったんですよ。これこちらこそですよ。イエイ。イエイ。なんだこれ。さあというわけでしんくんから告知の方があるということでしんくん告知の方よろしくお願いします。今日ですね。うん、あのやばいんです、うん、やばい、はい、やばい告知があるんです。なんだなんだ。あのクロスジーンがサードシングルロブ&ピース死体が10月7日に発売、うん、10月6日からインスト、うん、インストアアイベント、インストアイベント、これ、インストアイベント、インストアイベント、うん、をたくさんやりますので、うん、ぜひ皆さんこんな可愛いシンくんとその友達のシュウくんが気になったらぜひたくさん来てください。なんで俺がこれに入ってんのかな。俺このラブ&ピースに俺携わってる人じゃないんだけど、ね、いやとにかくシンくんと一番仲いい友達じゃん、うん、そう、なるほどね。スペシャルサンクスで入ってるかも。この前あのインスタにも一番仲いい友達ってあげたもんね。そうだよ、読んだよ。今一番仲いいからね、ね、シンくん、ね、今一番仲いいって、ね、あとは変わるの。え、あとは変わる、変わらない。もう今はってひどくない。もうフォーエバーだよ。そうですね、フォーエバー、フォーエバーだから入ってんだよ、うん、仲間だから。詳しくはほらね今下に書いてるけども。2016年がお正月に、お正月、うん、チェップ、まあね、ダイバシティです。おめでとう。クロス人とヘッピーニューイヤーを過ごしましょう。おチェップですね。チェップに関してちょっと説明したいんですけど、あのクロス人が、今回あの今回じゃなくて3年前に日本でデビューした時に、うん、みんなでなんかチェップ早くやりたいなっていう気持ちをみんなあったんですよ、うん、で今回あの2016年あの1日2日に、うん、あ1月2日に皆さんと一緒に過ごすことができて、うん、そしてチェップに、うん、あの初めて入ることができて、うん、すごく嬉しいです。おめでとう。イエーイ、やっとチェップおめでとう。もうファンもみんな嬉しくてしょうがないね。チェップだよみんな。ねえ、いいね、チェップダイバーシティで。ヒューも来るよね。お、もちろんもちろん。2日でしょ。おうおう、行く行く。あのだって今年のお正月2人でいたもんね、うん、そうだよ、実を言うとね、ない一瞬ね、カフェでね、うん、一緒にいたもんね。広島お好み焼き食べました。そう2人で、2人でね、うん、駅ってか駅ビルみたいなのなかったね、うん、さあというわけでまあ40分あっという間に終わりました。このあとプレミアム放送ね、そうですね、スマホ放送の方もありますのでぜひ皆さん気になった方はぜひねスマホの方で見ていただけたらなと思います。というわけで、ナウメンデラックス第2回目の放送でした。また来月お会いいたしましょう。バイバーイ。僕も戻ってきます。カムバック。